かにしてるから、チンコ出るけど、あいつ偶然。隣の仕切りがあるんだよ。こうやって覗いたら、そしたら銀太君めっちゃクンにしてる。クンにして俺の目は、めっちゃ愛してるわ。中町のチンコがネットに出てる。めちゃくちゃ面白かった。あ、バリ笑ったわ。やっぱチンコ出すなら俺たち側やんね。やっぱ、ああいう節々のところで俺たち側の人間だったよねっていう部分が出るっちゃん、JP から。やっけ、俺らと仲良くすればいいのにね。やっけん、俺らと仲良くせない感じじゃん。チンコ出るけん、あいつ偶然。そういうやつなんよ。あいつは。やけん、俺たち側なんすよ。JP は。そうなんすよ。隠してても出ちゃうんだから。俺らと一緒やん。マジさん、こんにちは。あ、こんにちは。中町 JP 君とはですね、僕らよく遊んでたんですよ。はい。で、一緒にピンサロとかも行ったりしてて。え、いいだろ。で、こいつのお母さんめちゃくちゃ好きだよ。お前のお母さんもブスだ。なんでお母さんとかでバトル始めるの？ブスっていうの意味わかんないですよ、この人。失礼。失礼。本当に。で、どっちがブスなの？いや、こっちっす。いや、こっちっす。マジこっちっす。あ、そうそう。こっちっす。マジこっちっす。人見知りなんですよ、お前。両方は。いいだろ。人見知りは関係ない。人見知りいいだろ。じゃあ、どちらもね、整形しに来ていただいて大丈夫です。あ、わかりました。じゃあ、で、お母さんちょっと最近おっぱい垂れてきたので、ぜひとも、なんでおっぱい確認してんの？タラチエの母み。一回 JP んちに、僕が遊びに行った日があるんですよね。うん、それで、JP が前日ぐらいセックスしてたんですよ。それ本当なの？いや、まあまあまあ、そうそうそう、銀太君と遊んでて、そうそうそう、それでセックスしてたんですよ。だから僕がちょうど JP んち行った時にお母さんいたんですよ。で、お母さんいたから JP のお母さんに、こいつ昨日セックスしてたっすよとか言ったら、そのまま仕方で消えてって、で、それ僕が JP の家がこう出てった後に、こんな人二度と連れてこないでって言われて、それでお前のお母さんブスやん。めちゃくちゃやん。もうだからもう一回行こうと思いました。もうダメ。NG 仲間的に銀太 NG。 もうダメ。普通にめっちゃおもろ。いつからその友達なの、二人は？いや、僕らは5年前とかですね。え、もう YouTuber として友達だったってこと？ JP はまだ YouTube やってなかったっすよ。ツイッター、あ、やってないんだ。ツイッターでバズってて、はい、結構ツイッターでバズってたんですよ。それでなんか面白い人いるみたいになって、うん、DCA 社長かなんかが DM 送って、うんうん、それでたまたま撮影したらめっちゃ面白くてっていうDM で、僕がまだフォロワー5000人で、社長がフォロワー5万人の時、ツイッターの時に目つけてもらったってこと？はい。で、銀太君が社長に言ってくれたらしいんですよ。え、こいつおもろいよ、こいつに DM してくださいって。めっちゃできたんで。そうそう、めっちゃ面白いって言って。母さんブスとか言われてもしょうがない。しょうがないって。しょうがないのか？いや、ピンサロ一回行った時やばかったっすね。マジやばかった。めっちゃ安いピンサロ連れてかれて。どこでしたっけ、あれ？平塚。あ、平塚に戻ってきたから。やばそう。もうやばない時に住んでたんですよ。30分3000円なんですよ。やば。で、平塚のそのピンサロを連れてくけみたいな。で、行ったら、まずチンコおしぼりで拭かれるんですよ。セキュリティ弱っと思って。もうおしぼりと思って。セキュリティめっちゃ弱いやんと思って、で、その時点で俺銀太君に一回、大丈夫っすかみたいな。そしたら、いや、お前愛せよみたいな。めっちゃキレてるみたいな。いや、愛に対してキレてる。愛に対してキレてる。お前愛せよみたいな。で、こうやって隣の仕切りがあるんで、こうやって覗いたの。そしたら銀太君めっちゃクンにしてて、クンにして俺と目合うんですよ。めっちゃ愛してるわ。クンにしないといけないルールじゃなかったっけ、分からんから。それが絶対クンにまでしろみたいな。そう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 。あ、愛さなきゃいけない。どんだけブスが来ても愛せって。はい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 。で、その、ね、銀太くんがそのおデブさんのクンにしての見たっていう。はい。JP の最近の話聞きたいわ。僕の最近の話か。面白かった話。面白かった話？ハードルだけ。面白かった話。じゃあ俺と一緒に遊んでて、ね。ああ、そんな無限になりますね。そんな銀太くん、銀太くんってベロベロになると家の前でナンパするんですよ。え、自分家の前？自分家の前でナンパして、キャッチみたいに打ち込んないってナンパするんですけど、成功したこと一回もないんですよ。ベロベロで毎回ナンパして、JP よ、俺はナンパできるけんっつって、家の前で打ち来ない、打ち来ないって5人ぐらいに声かけて、JP ダメやったわーって、帰ろうって2人で家帰る。本当に今日の超過ゼロみたいな。そう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 。本当定番、銀太くんのベロベロ定番で。2人で遊んでて、で、僕ん家に帰ってきたんですよね。うん、そしたら、朝5時ぐらいにフェフ姉さんから電話かかってきたんですよ。めちゃくちゃ泥酔のフェフ姉さんだったんですよ。うん、あ、銀太、今から家
行っていい?」とか言って「JP もいるけど、うん、いいよ」っつったら「分かった行く!」とか言ってのただ寝に来ただけなんですよ。寝る場所がなくてもう JP 僕の家のソファーで寝てて、うん、ソファーで2人で寝てたんですよ。だけど顔こっちっす、両方こっちっす、お互いこっちで足こんなんだって、そう、テトリスみたいになって股だけこう、テトリスみたいな大きい分かる、新しいタイみたいになっちゃってんじゃんね。で、銀太くんの方に、銀太くんの方に行ったら銀太くん無理やけんって、ここ内やけんってめちゃくちゃフェフネをこっちにやってきたね。懐かしい懐かしいフェフネ。銀太くんにトイレ行くって言われて海行ってたんですよ。あ、プールか、プール行ってて、あのトイレ行こうよって言われて、あ、いいっすよいいっすよって言ってついてったら、そのままプールに入ってオッケーって言ってプールにおしっこした。しかも子供用のこういう感じ、あっさい、あっさいとこにしゃがんでこうやってオッケーやけんとか言って、オッケーやけんはやばい、絶好やん、ちょっと周りあったかくなるよ、そんな、そうそうそう、ちょっと気持ちいいっすよね。あ、まあ、わかりやすい、ちょっとボワーってする感じ、ボワーってしたからちょっと気持ちいい。小3ぐらいで卒業しなきゃいけないみたいな。JP だってフェラされてたっすわ、熱海で。部屋2部屋借りて、ジンタ君とワキ君とエイキ君っていう人で、うん、4人で熱海のプールフェスみたいに行ったんですよ。ナイトプールが流行ってる時期、めちゃめちゃなんかエッチな感じだよね。もう変装もせずに行ってたんで、人が集まりすぎたんですよ。選びたい放題みたいな問題が起きたんですよ。僕と英樹くんと脇くんが部屋にいたんですよ、まず、うん、みんなの部屋で、銀太くんは別部屋にいたんですよ、うん、で、女の子が無限に来るんですよ。これ別にも呼ばれたみたいな。脇くんは可愛いと入れるんですよ。可愛くないとえここじゃないみたいな。めっちゃ呼んでんのこの人たちが、ベロベロでみんなで添い寝、川の字で寝て、うん、その時にフェラされてたのかな、金太くんが。今朝フェラされてた。音とか再現しなくて、俺の感じはいいだろ。そういう会があったんですよ。今度招待します。すごい。オーガナイザーじゃないだろ。え、どうする、面接行ったらアヤ出てくるドッキリとかしちゃっても大丈夫？チンコ白置いてもらえばいいだ。めっちゃめちゃバカいるんだよ。マジ一回休ませた。東大行ったことないから分かんないけどさ、自分の妹にムラッとくるっとって感動ないよ。アヤめちゃくちゃ可愛いからね。いいでもあるもん、その妹にはムラッとしないんだよ。さすがにしないですね。じゃあ自分の妹の彼氏を、俺を求めるものはあんの？これないと無理だわ。俺来たらどうする？うそらがもう破門です。あやの彼氏に求める条件、求める条件3つ、まあまず優しいとか、その DV 系じゃない、暴力を振らない、マストでしょ。妹でそれなりに稼ぎがある。やっぱ妹も YouTuber で、うん、妹が養うなんてちょっと嫌じゃないですか。 JP より、俺よりとかじゃなくて、うん、ある程度、職業は何でもいいんだ。職業は何でもいいです、ね、うん、あとレペゼンじゃない。絶対無理なんで。そう、絶対条件。最重要レペゼンだって言い出したら、そいつは破門とか。破門っすね。じゃあいろんな観点からちょっと刺激して、いろんな観点から刺激しよう。まず銀太くん、100浮気します。ダメでしょ。だからダメじゃん。で、ダメな観点だ。ダメな観点、ダメな観点、消去法でね。レペゼンの中で僕が知ってる範囲なんですけど、やっぱ一番浮気しそうなのは銀太くん。おお。やっぱ性格が飽き性だから、浮気に限らず全部ハマってもすぐ飽きるじゃないですか。なるほど、ね、だから飽き性だから銀太くんはまず浮気しそう、はいはいはい、アウト、はい、社長はありじゃありなんですよ。あり、なんかその女関係はあんまりリノちゃん以外知らないんで。俺のスパイチわかんない。深夜だねいいね。俺その3文字いくんだ。マル君は本当にお酒がめっちゃ好きで、女の子とは飲むんですけど、うん、お持ち帰りとかしない、なんか変な生きがり方をするんですよ。その毎回お前らと飲むのが楽しいでしょ。変な生きがり、何それ。みんなマルと飲んだやつさ、もうマルはヤバいって言うよね、うん、飲み方がヤバい、飲めば飲むほど溺れていくみたいな。すごい簡単に言うと、マル君が飲めよって言うじゃないですか、うん、自分が飲めよって言ったら全部飲むんですよ。飲まなきゃいけないんですよ、こっちも。だから平等に飲んでくれるんですよ。飲み体重なんで、ね、めちゃめちゃ飲むんですよ。そうなんですけど、その量が多い。シンプルにアルコールの量をより摂取してる方が偉い世界線なんです。ああ、確かに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 。シンプルな話を逆に言うと、確かに。こんな可愛い顔してむちゃくちゃ飲む。でも最近マジで飲む。急に帰っても最近は本当怒ったりもしないよね、全然。いや、まあそれもちろん。お前怒られてた。お前挨拶ぐらいしていけ。ガンズメです。それ当たり前やろ。自然だったら最悪だね。
なるほどね。いい質問かも。なら許す。春くんと脇くんは、その女の子にもだらしないイメージないですか？へぇ、俺と脇がの、うん、嬉しい。女関係で言うと確かに丸くんと脇くんかなって。逆にそっちに趣を置くんだ。要は身長が高いとか。いや、そんなん関係ないでしょ。マジで。あや何センチ？あや163とか2とか。ああ、結構大きいね。浮気が嫌なんだね、絶対ね。なるほど。まあそうっすね。浮気を多分知っちゃうんで、僕が先に。あこの関係じゃなくて。兄レーダー、ちゃんとしっかり働いてるから。